この動画では東京国際映画祭の人気部門、カラセレクションの注目作品と人気チケットを購入する方法を解説します。また動画の最後で最も見るべき一本をご紹介します。よろしくお願いします。国際映画祭は全世界で順々に開催されていく映画祭です。中でも有名なものがフランスのカンヌ映画祭、ドイツのベルリン映画祭、イタリアのベネチア映画祭、あとトロント映画祭といったところでしょうか。日本では毎年10月終わりから11月初めにかけて東京国際映画祭として開催されています。今年2022年で35回目を迎える東京国際映画祭ですが、開催期間は10月24日月曜日から11月2日水曜日までです。2021年に拠点を六本木から有楽町、日比谷エリアに移して行われましたが、今年も引き続き日比谷エリアで開かれ、丸の内ピカデリーなど大きなスクリーンも加わって去年よりも大規模に行われる予定です。コンペティション部門をはじめ、他にもアジア、ワールドフォーカス、日本アニメなど9つの部門を楽しむことができます。数多くの映画が上映されますが、人気作品は毎年ある程度決まっています。まず、映画祭のオープニング及びクロージング作品です。この2作品には話題性のある作品が選ばれ、舞台挨拶や開幕閉幕のセレモニーも含まれるため、大変人気があります。ちなみに今年のオープニング作品は二宮和也主演、ラーゲリより愛を込めて、クロージング作品は、黒澤明の名作をイギリスでリメイクした、生きる、リビング、となっています。チケットは10月15日土曜日10時より、映画祭公式サイトにて発売開始とのことですが、これら2作品を含む一部の作品については、抽選での販売になるため、チケット争奪戦のような事態を心配する必要はありません。一般発売より1ヶ月ほど早くに行われる先行抽選販売で応募し、あとは運に任せて待つのみです。さらにメルマガ会員限定の抽選販売という枠もあります。今年の抽選販売は終わっているので、来年に備えてメルマガに登録しておくと、チケット販売時期などを見逃さずに映画祭の耳寄りな情報を得ることができるでしょう。それでは、特に人気の高いガラセレクション部門の作品を見ていきましょう。フィルムズの上映作品イベント一覧からページに飛び、上映部門、上映日で絞り込むをクリック。ガラセレクションにチェックして絞り込みます。今年は日本映画4本、外国映画10本、計14本上映されるようです。この部門の映画はどれも人気が高いという前提でお話ししますが、まずチケット争奪戦が確実視されるダントツの目玉作品は、アムステルダムです。アメリカンハッスルや、世界に一つのプレイブックのデビッド・オーラッセル監督の最新作で、クリスチャン・ベイル、マーゴット・ロビー、テネットが記憶に新しいジョン・デビッド・ワシントンほか、ラミ・マレックやロバート・デ・ニーロなど、超豪華キャストで固めたアカデミー賞候補作です。続く人気作は、スリービルボードのマーティン・マクドナー監督最新作でベネチア映画祭でも拍手喝采を受けた、やはりアカデミー賞有力候補のイニシェリン島の精霊です。しかしこの作品と、そして僕は途方に暮れるについては先行抽選販売となっており、10月15日の一般販売では対象外となるので、それ以外の作品に注目していきましょう。告白の港かなえ原作、母性と大泉洋主演の月の満ち欠けは人気が高いと予想されます。どちらもベストセラーの原作があり、人気俳優が出演しており、すでに映画館で予告も流れているため、認知度が高いです。続いては、Don't Worry Darling。ブックスマートで鮮烈な監督デビューを果たしたオリビア・ワイルドの第2作です。キャストも豪華で、ブラック・ウィドウや、ホークアイでブラック・ウィドウの妹を演じた、フローレンス・ピューと、ダンケルクや、エターナルズに出演し、歌手としても人気の高いハリー・スタイルズのダブル主演です。また、ザ・メニューも豪華俳優のアンサンブルで、映画好きに定評のあるアダム・マッケイが制作に入っており、こちらも注目の一本になるでしょう。またコンペティション部門にはなりますが、日本映画、窓辺にて、はプラチナチケットになるのではないかと予想しています。街の上で、や、猫は逃げたなど、今最も人気のある監督の一人、今泉力也監督の最新作で、主演は稲垣吾郎、しかもその二人の舞台挨拶がついているからです。と、ここまで一通り、人気が高いと思われる順番で映画を上げてきましたが、個人的には、映画選びのポイントは、人気よりも、希少性だと思っています。つまり、
一般の上映時期が先の映画や今後映画館で見ることができない可能性が高い映画を選ぶということです。この観点でカラセレクションを見直してみましょう。それぞれの一般公開日は、ドントコーリーダーリン11月11日、ザメニュー11月18日、母性11月23日、月の満ち欠け12月2日、アムステルダムに至っては映画祭から2日後の10月28日となっています。1ヶ月もすればどれも見れるわけです。もちろん映画祭で見るということ自体が特別な体験ですから、一足先に見たいものを見れるだけでも楽しいことに変わりはありませんので、あくまで一つの基準として参考にしていただければと思います。それでは、この場合の希少性が高い映画とは何か。それはネットフリックス配給の作品です。今年の場合は、バルド、偽りの記録と一握りの真実、そして、ホワイトノイズになります。バルドは、レベナントのイニャリトゥ監督の最新作で、映像にかなりこだわりのある監督として知られています。ホワイトノイズは、イカとクジラのノア・バームバック監督が、マリッジストーリーに続いて、アダム・ドライバーと共にネットフリックスで撮った作品です。どちらも映像美や作品の質の高さを考えると、むしろ優先して映画館で見たい映画です。このいわゆるネットフリックス枠は、ここ数年の東京国際映画祭でも徐々に注目度が上がってきています。3年前には、あのマーティン・スコセッシがデニーロ、アルパチーノ、ジョー・ペシと組んでネットフリックスで撮った長編マフィア映画、アイリッシュマンがプラチナチケットとなり、販売開始数分で完売となりました。最近はネットフリックス作品でも期間限定で小規模に劇場公開されることもあるので、必ずしもここでチケットを取れなかったら終わり。というわけではないですが、劇場未公開で配信のみになる可能性は十分あるということは覚えておく必要があるでしょう。またネットフリックス配給でなくても、作品紹介ページに公式サイトのリンクがない場合は、現時点で劇場公開が決まっていないということなので、合わせてチェックしておくと良いかと思います。ではここからは、争奪戦が予想されるようなチケットを購入する方法についてお話ししていきます。100% 確実ではありませんが、かなりの確率でチケットを手にすることができます。去年までの個人の実体験に基づくものであるということを踏まえた上で参考にしていただければ幸いです。まず事前の準備としては、販売時間を把握した上で、取りたいチケットの作品ページをそれぞれ開いておきます。作品をクリックすると、エンツからチケットが販売されるのかが表示されます。部門によって10時だったり13時だったりするので、事前によく見ておくことが大事です。また作品によっては、舞台挨拶やティーチインがついているものもあります。複数回上映する場合は、舞台挨拶がついている回なのか、購入したい上映回をしっかりチェックしておきます。アムステルダムを例にすると、10月15日13時より販売開始、とあるので、当日12時55分にはこのページを開いておきましょう。できればパソコンでの操作をおすすめします。ページの更新など何かとスマホよりも有利だからです。後の流れとしては、販売開始時間になると、このオンラインチケットサイトへというボタンが活性化するので、1、ボタンを押します。そうすると、2、チケットサイトへ飛びます。3、席を選択し、4、決済情報を入力して購入完了になります。3まで行けば4はゆっくりで構わないので、1から3の対策を見ていきましょう。まず1です。当日13時ぴったりになると同時に、ページを更新し、活性化したボタンをクリックします。更新が12時59分59秒だと早すぎてボタンが活性化せず、13時0分1秒でも遅すぎてチケットサイトにつながりにくくなるため、できるだけ13時ぴったりにページを更新するようにしてください。私の場合は右下の時計でカウントダウンするようにしています。そしてページの更新については F5 キーを使います。マウスのカーソルをボタンの上に置いた状態で、時間が来たら F5 を押し、更新後すぐにボタンを押せるようになります。よくあることですが、本番はなんだかんだ出遅れたり手間取ったりすることがありますが、その場合でもとりあえずボタンを押しましょう。次にチケットサイトへ飛ぶわけですが、これが一番の難所です。いくら時間ぴったりにボタンを押せても、よほど強運でなければ、サーバーが混雑しています。時間を置いてアクセスしてください、という文言が出てきます。
この時にどうするかというと、言われた通りに前のページに戻るのではなく、サーバーが混雑していますのページを F5 キーで更新していきます。いわゆる F5 連打を繰り返してページを更新し続けていると、どこかのタイミングですっとチケットサイトに移ることができます。一つ気をつける点としては、やっとサイトに移った後に F5 を押してしまうことです。ここでページ更新してしまうと、またサーバーが混雑していますに戻ってしまいます。難しいですが、連打をいつでも止められる程度に連打するように頑張りましょう。私の場合も余計に連打して失敗したこと数限りないです。そして3番目、チケットサイトに移った後の座席選択についてです。じっくりと座席を選びたいところですが、人気チケットの場合は、迷っている間に裏でどんどん座席が売り切れていくので、あまりこだわらずにささっと選択することをお勧めします。もし選んだ座席が売れてしまった場合は、その旨のメッセージが出るので、焦らずに別の座席を選択しましょう。座席選択まで終わったら、あとはゆっくり個人情報や決済方法を入力して購入完了となります。人気チケットを取りやすくするポイントを一つ一つ見てきましたが、ここで最もチケット入手の確率を上げるのに役立つ情報をお伝えします。それは、サイトの言語を英語に変えることです。ページ右上に EN と表示されていると思います。ここをクリックすると、英語版のトップページに変わります。ここから購入したい作品ページを英語のまま開いてスタンバイしておきましょう。このように英語サイトでアクセスすると、チケットサイトへの移行が飛躍的にスムーズになります。詳しくはわかりませんが、おそらく英語と日本語で別々のサーバーを使用しているということと、英語でアクセスする人が比較的少ないことが理由だと思います。ただ年々英語サイトでもつながりにくくなっている感覚があります。サーバーが空いているとはいえ、一発でつながるとは考えない方が良いでしょう。では、ここまでやってもチケットが取れなかった場合や、仕事でどうしても購入開始時間にチケットが取れない場合はどうすれば良いのか。最後の方法は、キャンセル待ちを狙うことです。抽選枠以外の作品であれば、根気よく待っていれば空きが出る可能性はかなり高いです。チケット発売当日から2、3日はキャンセルが出やすいように思います。あとは、上映日前日の前後も狙い目です。これは2019年に私がアイリッシュマンをキャンセル待ちで取った時の購入完了メールです。上映日は11月5日であるのに対し、購入日時は11月3日の0時となっています。あらかじめ用意されていた一般枠とは別の枠が直前でリリースされることがあるという噂を聞いたこともありますが、いずれにせよ諦めずに時々チェックしていれば、まだまだ十分に可能性があるということです。頑張りましょう。今回は、見たい映画のチケットを取るために私が今まで試してきた方法をご紹介いたしました。少しでも参考になれば嬉しいです。では最後に、今年の東京国際映画祭で最も私が注目している映画を紹介します。ここまで全く触れていない作品ですが、ワールドフォーカス部門のドキュメンタリー映画、フリーダム・オン・ファイヤーです。今年2月、ロシアのウクライナ侵攻が始まった時に、ネットフリックスで注目されたウィンター・オン・ファイヤー、ウクライナ、自由への戦いという映画をご存知でしょうか。2014年のマイダン革命を記録したドキュメンタリーですが、その映画を撮ったエフゲニー・アフィネスキー監督が新たに制作した現在進行形のウクライナ戦争についての命がけの映画です。見たい見たくないというより、見るべき一本として最後に触れさせていただきました。私一人の知識ですので、補足情報やまだまだいい情報がたくさんあると思います。他に映画祭の役立つ情報や注目作品、ポイントなどあれば、ぜひシェアしていただければ幸いです。それでは、ご視聴ありがとうございました。